こんにちは、ラグビーマガジン編集部田村和弘です。よろしくお願いします。今日は、ラグビーリパブリック、YouTube、の第2回目の収録、さらに特別編ということで、私の大先輩、森本裕子、スター編集者の一人ですね、この世の中でいうとの、森本さんが、定年退職をもうすぐ迎えるので、記念をして、いろんなことを聞いてみたいと思います。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。入社何年でですか？経歴何年入社？1983年。ということは、ですか？年いっちゃった。45歳定年で全然数字が合わないどんな会社ですか、ここ？サントリー。一足早く。38年です。38年なので、はい、昭和、平成、令和こういったことですよね、はい、ラグビーマガジンで、はい、なので、まあ、ほぼ、日本ラグビーの全部とは言いませんけど、皆さんが知っている日本ラグビーのことはほぼ、リアルタイムに見てきたっていう方なので、いろんなことを聞いてみたいと思います。よろしくお願いします。今日はあれからいきますね。いつも選手に聞いてる、はい、解体新書のアンケートあるじゃないですか、はいはい、生年月日はいつだとか、尊敬してる人は誰だとか、はい、そういうものからパーソナルなことから聞いていきます。はい、個人情報ダダ漏れです、ここから家の住所とか電話番号は言いませんけど、他は全部ダダ漏れです。それ本来は前もって渡してこう後からもらうもんなんですけどね。違いますよ、僕はその場で聞いてます。考えて、だからやっぱ直感で答えてもらわないとつまらないので、あ、こう見えた方が俺はよく思われるとか、選手もやっぱりそういうのなるほど、それはねつまらないので、はい、直感で答えてください。名前は長所風にいきますよ。名前は森本裕子です。なんでそんな戸惑うんですか、名前言うのに。いやいや、年10月3日です。本当は何年？今年60だから、うん、1961年です。61年の10月3日、はい、ダイアナ妃とか松田聖子と大体同じ学年です。松田聖子と一緒なんだ、はい、向こうは37年生まれですか、言っちゃったけど、はい、はい、学年では一緒です。あ、そうなんだ、はい、言っとけばよかったな。聖子ちゃんカットとかもしてたんですか？もちろん。あ、そうなんだ、うまいですね、聞き方がやっぱり。いやいや、そうなんだ。ダイアナ妃もそうなんだ。同い年、同級生。他は？大八木さん。大八木さん、めちゃくちゃですね。他は？平尾さんが一つ下でした。本庄さんが一つ上です。本庄さんか、本庄さん、平尾君でいいんですね、じゃあ普段、ま、友達だったら。まあそうですね、うん、身長は高い。どこ行ってたんですか？別に身長ぐらいいいじゃないですか。166です。あ、そんな大きいんですか？え、 166？え、知りませんでした？全然知らない。こういうことで時間こうやらせちゃっていいの？いいけど、うん、大事ですよ、うん、座ってるから分かんないから何小学校、何県何小学校ですか？あ、忘れた。っていうか、まず出身から聞いてくださいよ。出身から。出身は岐阜県です。岐阜県、はい、高山市生まれです。おで、小学校はもう岐阜、もう転勤したりしてるので、父親の勤務の関係で、まあ、いろいろ転勤したりしたので、はい、じゃあ高校からいきますか。高校、そうですね、はい、高校は、はい、岐阜県立飛騨高校ってあんまり知らないんですけれども。あれ有名じゃないですか、有名な白線流し、白線流しの高校ですね、はい、で、早稲田大学、はい、ですね、はい、はい、で、そこでラグビーが好きなのはいつからですか？いや、高校1年からですね。高校1年、じゃあここですね。ラグビーを好きになった学年、高1、きっかけは同じクラスでものすごく仲が良くて、はい、それでほとんどの男子生徒がラグビー部に入ったんですよ。で、そこは、岐阜県代表に0対100で負けるぐらい弱いとこだったんですよ、うちは、うん、関商校だったんですけど、うん、ワントライ取ったらもうそれはもう大喜びみたいな、うん、それでも授業中とかみんな昔ラグビーボール川で唾で磨くじゃないですか、うんうん、だからこっそりこう唾で磨いたりして、で休み時間になったらラグビーボール持ってみんな校庭行くんですよ。それで何みたいな、もう無調なんですよ、男の子たちが。それで見始めて、あ、これ面白いなっていう感じです。あ、これ初めて行ったかもしれないですね。初めて来ましたよ、うん、飛騨高校にラグビー部あったんだ。もう私が出てすぐもう廃部になっちゃった。たまたまラグビーやってらっしゃった先生が赴任されて作ったんですよ。でもやっぱりちょっとこうリーゼントとかこういう
ボンタンっていうのかな、すごいちょっと怖い子たちがみんな集まって、でももう夢中でみんな昼休みからグラウンドで乱発とかしてるんですよ。初めて聞いた、初めて聞いた、それ書いたことないでしょ、どこで、うん、ないです、初めてで見始めたら、あ、これ面白いじゃんって思って、それでたまたまこうテレビで聡明線やってたんですよ、うん、でそれ見てもう、あ、なんだって感じで、それこそ本当に本庄さんとか出てた聡明線です、うん、あ、ちょっとあのその先ですけど、まあ、ね、じゃあその、まあ、ラグビーを見始めた頃の憧れの選手っているんですか、うん、いやだから誰か特定はいない、特定はいないですよ、うん、で本屋さんにたまたまいたラグビーマガジンっていうのがあって、うんうん、あの頃まだ B5 で500円だったんですよ、はいはい、こんな本があるんだって、うん、それがラグマガとの出会いです。はあ、それを作るようになるとはね、ね、人生は分かんないですね、はい、ポジションの変遷あ、分かった、じゃあやってみたかったポジション、まあ、プロップですね。なんでですか。いやいや、それもなんかプロップの人みんなこう目を輝かせて話すじゃないですか。昔だったら多分ね、スタンドオフとかウイングとかじゃなくて、あの深い世界ちょっと入ってみたいですね。あの目キラキラさせてるじゃないですか、みんなプロップの人ってスクラム話すとき。まあそうですね、強い人はね。強い人はね。弱い人はどうでもないですか。嫌で嫌でしょうがないじゃないですか。田村さん復活だったんですよね。スクラムなんか興味ないですもん。皆さん聞きましたか。皆さん聞きましたか。弱いって意味でね。弱いって。ラグビーマガジンの編集長は興味がないって、自分でやるのが興味がない。あの、うん、メカニックにはそういうものは知りたい。長谷川慎さんの話とかね、面白いしね。うんうん、はい。まあこれは本当にもう何千試合見てきてると思うんですけど、うん、一番印象に残っているゲーム。いや、私人に聞く割には自分で聞かれてもちょっと答えられないんですけど。うんうん、一番印象的には2003年ワールドカップ決勝のイングランドとオーストラリアですかね、うんうん、あれ、あの現場で見たんですか。はい、ジョニー・ウィルキンソン延長戦になって、うん、ジョニー・ウィルキンソン あのドロップゴールで決着がついた試合ですね、うんうん、もう、まあ、たくさん取材もしてこられたと思いますが、はい、こうまあインタビューとかしていて、はい、影響を受けた選手とか、はいはい、こうすごく目の前に現れて、はい、もう自分が固まっちゃった選手とか、はい、そういう選手っていうのは誰ですか。いや、たくさんいすぎて、うん、これっていうのは一人で挙げるのは難しいですね。あ、つまんない答えだなって今日は思うんですけど、答える方は本当にそう思っていて、すごく聞くでしょ、こういうのって、うん、聞く、うん、最近、まあ、本当にジャパンのキャプテンはみんなそうですね、うん、でやっぱりなる前から、あ、うん、この人がなるっていうことはないですよね、うん、うんうん、まあ、本当に三内さんとか、まあ、広瀬さんとか、うん、リーチとか、うん、みんなやっぱりその前からこう、うん、オーラがあります、やっぱり、うんうん、そうしてやっぱ影響力、近くで取材しててもすごくありますね、うん、ね、本当なんでこの人がっていうのは本当ないですね。ないない、うん、ああやっぱりっていう感じで、うん、だから最近だから姫野選手はすごく、はいはいはい、うん、そういうオーラがあります、うんうん、尊敬する指導者、まあ、指導者もね何人もあってると思いますけど、はい、はい、まあ、それはあの大西哲之介先生と、まあ、北島忠司監督です、はい、もうね、聡明の、本当聡明ラグビーを作ったって言ってもいいぐらいですね、こう柱の部分をね、うん、もう連載とか取材されてましたもんね、特に北島先生はね、はい、あと大西先生、私あの大学でスポーツ新聞が入ったんですけど、その会長もなさっていて、うんうん、でまあ、個人的な話でいいですか。もちろん、その個人的な話ばっかりですからマスコミ志望だったんです。でもその時もうどこもなくて、うん、何十社、20か30ぐらい全部落ちました、うん、で、まあ、面接とか行って、あのまだ雇用機会均等法の施行される前の年だったんで、あの面接で君男の子だったら男子だったらよかったのねって普通に言われる、うん、そういう発言もあるんですね当時ね。あ、もうされます、もう、はい、もう全部落ちて、うん、もうどうしようもなくて、うん、それでその大西先生がうちの新聞課の会長されてて、うん、どこか紹介してくださいって、もう本当に嫌だったんですけど、うん、もうこのままじゃどこもないって言うんで、うん、じゃあこのベースボールマガジン社受けてみたらって言うんで紹介してくださって、それで受けて入ったんです。あ、いい話。1個しか受かってない。良かったですね。1個しか受かってない。あ、本来はどういう方向の出版社とかに行きたかったんですか。やっぱ雑誌社ですね。女性誌を作りたくて、だから小学館、まあ、まあ、集英社の当時募集なかったら講談社、うんうんうん、もういっぱいまで新聞社も受けました、テレビ局も受けました、うん、もうありとあらゆる、もう最後はもう出版いろんなとこ受けました。うん、
と女性誌というのはファッション誌ではなくてもう女性誌、女性誌ですね、うん、その頃一番やっぱり80年代非常に、うんうん、まあ、ブームだったので、うん、女性誌の編集者をしてラグビーは好きだから、うん、もう趣味にしとこうと、うんうん、でもね結果的に幸せですねそれで38にいたんですもん、だ不思議、ね、うん、ちなみに、はい、うちの会社も、うちの会社もというのは、ね、会社なので人事異動というのが一応あるんですね。一回も人事異動なくてね、あ、一回ありますよ、ラグビークリニック、はい、それ微妙な感じじゃないですか、あのそこの席からここに来たぐらいのレベルの話じゃないですか、事例はあります、あのラグビークリニック移動って。本当ですか、はい、で元にラグビーマガジンに移動っていうのをもらった、もらいました、はい、あの移動はしてるんですよ、まあこれは微妙なとこですね、で移動ないでもこういうのがやっぱね、いつも自分が聞いてる方だけど聞かれると面白いですね、面白いですよね、うんうん、本当のことを言えないとよく分かりました、やっぱ飾るでしょ、ちょっとはね、飾る飾る、ね、だからもう直感で答えてほしいんですよ、気に入った遠征地、フランスですね、世界中、フランス、ニュージーランド、うんうん、まあ、なんでって聞くのはあれですけど、うん、なんでですか、まあ、世界中、南アフリカだって言ってるし、うん、あ、長も良かったですね、イギリスも行ってるし、はいはい、イタリアも行ってるし、はいはい、香港も行ってるし、韓国も行ってるし、よく覚えてますね、イタリアも行ってるし、イタリアも行ってるし、アメリカも行ってるし、カナダも行ってるし、うん、よく覚えてますね、ハワイも行ってるし、ハワイ行ってない、え、あれ行かなかった、アメリカ戦行ってないんですよ、実は行ってないです、行ってない、行ってない、行ってない、まだ人生でハワイに行ったことありません、あ、本当ですか、はい、あ、フィジーも行きましたもんね、あ、フィジー行きました、はい、でその中で、はい、なんでニュージーランド、フランスなのか、これ難しいです、でもフランスはね本当に皆さんおすすめです、あの、うん、はい、あの非常にこうもちろん危険だし治安悪いところもありますけど、うん、やっぱりいろんな人がいて多様性がある国ですね、うん、でニュージーランドはやっぱり本当にラグビー好きな人はみんな好きって言いますよね、うんうんうん、でまあその取材地でいろんなラグビー場回ってると思いますけど、はい、ラグビー場綺麗だな、もうあの好きだなっていうのはどこですか、いっぱいあるんで分かりません、それもねいい質問ですね、でもどこあるでしょうね、まあ、例えば景色だけだったらここは最高、うん、例えばケープタウンとかね、うん、ニューランズとかすごい綺麗じゃないですか、うん、とかあの雰囲気やっぱりここに憧れてたんで来た入った時はもう足がうーってなったとか、まあ、非常に最近ですけどあそこです、あの南アンのブルーズのホームスタジアム、南アンのブルーズ、ブルーズっていうとあそこか、プレトリアのね、はい、ロフタス、ロフタス、ね、ロフタスが素晴らしかったです、あれあるんでしょ、まだあのスタジアムのスタンドのとこにあの花のイラスト、花のイラストはね私の記者席からは見えなかったんですけど、あれですよ、あの本当に古いんですけど、あのあれなんです、あの初めて知ったんですけど、うん、みんな南アの人ってバーベキュー大好きなんです、南アの選手に聞いてもバーベキュー大好きっていう、うん、なぜかっていうと分かりました、それあのスタジアムの周囲に駐車スペースがあるんですけど、そこは必ずものすごい駐車スペースがあってバーベキューやるスタジアムがあるんですよ、スペースがあるんです、うん、で試合前みんなそこ自分の車止めてそこでバーベキューするんですよ、うん、で自家製バーベキューやってビール飲んで肉焼いてそれから試合見に行くんですよ、うん、それはね他ニュージーランドとかオーストラリアなくて、うん、独特のその、うん、多分あの衛星写真で見たら、うん、ロフタスの周りも煙ものすごいと思います、あれもうスタジアムの周り全部駐車場でみんなそこでバーベキューしてる試合前、それ何の試合で行ったんでしたっけ、チャンピオンシップです、オーストラリア、あ、南アとニュージーランドの試合、前の、はい、サム・ケインが怪我した試合じゃなかったかな、であのバーがアップアンドアンダーって言うんですよ、うん、スタジアムのバーが、アップアンドアンダー意味分かりますか、アップアンドアンダー、キックしてなだれ込むやつですね、この戦法ですね、まあ、昔だとアイルランドが得意って言われて、うん、ギャリー応援とかね、そう、どっちかというと あんまり日本であんまりいいイメージがない、そうですね、ですのあのちょっとマイナスイメージですね、でもちゃんとアップアンドアンダーっていうラグビーバーがあって、うん、やっぱり難破だなと、うんうん、あとそれでちょっとその時一回観客のレベルもすごくて一回こうレフリーがちょっと見逃したんですよ、うん、そしたらもう全員立ち上がるわけですよ、観客が全員立ち上がってそこを指さすわけです、違うだろうみたいな、うん、あのこうラグビーのブームじゃなくて全員この理解しててちょっとでも見せするとすぐ、うん、でその後あのちょっとあの難に甘くなったりしたんですけど、でそういうラグビー文化を間近で見られたのは非常に良かったですね、うん、いいなぁ、いいですね、羨ましいですね、来年ワールドカップあるじゃないですか、セブンズの38年もやってきてもね、もういろんな
チンと出会えてね、幸せだったでしょ。でもいやサントリーがねウェルズに勝つシーンも見ましたもんね。あ俺どうかな、それこそ俺岐阜行ってましたよ。岐阜の総名戦行ってた、春の。いいなぁ。